ああ、大ネタにするつもりもないんですけども、新聞赤旗ですね。ええー、はい、C 委員長の記者会見。まあね、えー、松竹氏が、ええー、なんか、共産党を外部から攻撃したということで、除名ということですからね。まあちょっと C 委員長のね、えー、言い分を聞いてみましょう。まあ、さすがにね、えー、日本共産党のトップをね、長年やってるだけあってね。まあまあ、ああ、 まあ、論理的には、うん、正しいことを言っているように聞こえます表面上はね、えー、<laughs> 表面上ですかあくまでもねはい <coughs>、はいえー、松竹氏をめぐる問題についての一問一答ですねはい <coughs>、はい、えー、まあ彼が言おうとしているのはね松竹氏がね異論を持ってるから除名にしたんじゃないんだと党を攻撃した その、党を攻撃する手法というのがね、いきなり外部からね、えー、攻撃してきたという。これは党の綱領に反するんだというね。だから、あのー、反る、あの、意見が違うから除名ではないと。これが、まあえーえー、C さんの言い分です。まあ、朝日新聞なんかがいろいろ言ってね。 違う意見を持つと抹殺されるみたいなことを言って朝日は見識が足らんというふうに C さんは言ってるなんか朝日は見識が足らんという時に間違って「産経は」って言っちゃったといういやいや産経じゃないですからみたいな <laughs> やっぱりこの新聞攻撃しようと思うと産経っていうそれがもうもうパブロフの犬みたいになっちゃってるわけですねえどちらかというと朝日はねえ共産党よりですからね 打ち毛場が始まったかみたいな感じになってましたけどもねはいまあちょっと読みますよえー、松武氏の除名処分についてはえー、っとえー、っと はい、今回なぜ除名処分になったかというのは異論を持っていたからではないとはっきりと言いたいと思います異論を持っているから排除するということをしたわけではないそういうことは絶対にやってはならないというのが規約に明記されていますそうではなくてあれこれの異論を党内の、えー、党規約に基づく正式のルートで表明するということを一切やらないまま 突然、外から党の規約や綱領の、えーえー、根本的立場を攻撃するということを行ったこれは規約に違反するわけですからしかるべき対応をやったということですと、はいまあ、私もよく存じませんですけども、まあ、共産党には共産党の中の意思決定のプロセスというものがあるわけですよね、はい、あの党大会とかね。 えー、あのねそういうところでみんな集まってやったりとかでそこに議題を入れるにはどうするのかとかいろいろあってですねまあまあ結局はまあ C さんのん先制主義みたいなもんなんですけども、まあ、一応まあプロセスというものがあるんだとまあそらく松崎さんはね、えー、そういうプロセスうに乗せたって意味がないといやだって C やめろって話だから。 そんなもん正規のプロセスに乗って、進むわけもないと。だからそういうことをせずに外からね、選挙負けてんのに何ね、何年代表やってんだよと。いやだから C さんからしたら痛いとこ疲れたわけですよ。ぐぬぬって感じです、そりゃそうよね。選挙やるたびに人気なくなっていって、だから私は C さんに残ってほしいわけですよ。でも松竹さんはね、 共産党、ね、あのー、まあ、連立、共産党連立野党に押し込みたいわけですから、もうとっとと C をやめさせてね、新しい風を吹かせることによってね、えー、なんなら透明を変えるぐらいのことをしてね、共産党復権っ,っていうのをやろうとしてるわけですから、<laughs> そんなこと言って C やめろって、そんなもん党内の議論、<laughs> そんなもん通ったらとっくにこの人辞めてますよね。これ何年ですか二十何年でしたっけまあ、<年>そうそう、もう超超、超期間。 ずっとね、トップをやってるわけですよえ。そんなもんやめさせようなんていう話もあったでしょうけど叩き潰されて終わりですよえ。今の中国共産党と一緒ですよね。金平やめろって言って、な、どうなるんです言った人がね、あのー、なんか、えーえーえー い,いきなりえき消えていくっていう再教育上に行って人格変わったみたいになって出てくるっていうねそういう話ですから、えー、ですから、あのー、いや今度は党内の定められたルートで話するだけやぼみたいな死にやめろですからね。 <laughs> その入り口にも入んないわけですよ <laughs>。で、まあ、C さんは、まあ、本当は自分のことをや C やめろって若造に言われたのが一番カチンと来てるんだと思いますけども、それを言っちゃ、ね、えー、格好悪いので、いや、別に異論を持ってるかやめさせたんじゃないんだと。ね、党規約に違反して相当から攻撃をしてきた。だからためだ。まあ、それを考えると自民党ってすごいね、幅があるというか、えー、柔軟だと思うんですよ。だって <laughs>、 あの小泉純一郎なんて自民党ぶっ壊すとか言って党総裁選やったわけですから。それでね、総理になって自民党の総裁になって本当に自民党ぶっ壊しましたからね <laughs>。はい。ですから、まあ、C さんは、まあ、ケツの穴が小さいというか、内部から C やめろって言われたのがショックなわけですよ。それで、いや、党規約に反すると。 色を持ってるかじゃないと外からいきなり攻撃してきただからやめろって話なんですよねはい <coughs> えー、でですねもうちょっと彼の弁、えー、を聞いてみましょう <coughs> 松竹氏は自分の行動は言論の自由出版の自由に基づくものだということも言ってるようですしかし結社の自由という角度からこ,この問題をぜひ捉えていただきたいと思うんですまあ言ってることは論理的でその通りなんですけどもでも ええー、っていう部分がありますけど、まあ、とりあえず聞いてみましょうねはい憲法21条には言論出版の自由などとともに結社の自由が明記されていますこれは1988年12月20日に出された結社の自由に関する最高裁の判事で <coughs> ですが読み上げたいと思いますはいこれが C さんが訴えたいことですよはい、えー、正座して聞きましょう最高裁の判例だそうですよ結社の自由とは 各人に対して政党を結成しまたは政党に加入しもしくはそれから脱退する自由を保障するとともに政党に対しては高度の自主性と自立性を与えて自主的に組織運営を成し得る自由を保障しなければならない他方右のような政党の性質目的からすると自由な意思によって政党を結成しあるいはそれに加入した以上党員が えー、政党の存立および組織の秩序維持のために自己の権利や自由に一定の制約を受けることがあることもまた当然であるはいこれがもう C さんが一番言いたいことを最高裁の判事がもう代弁してくれてるわけですよね、えー、何言いたいかというと政党っていうのは自由でなくてはいけないんだ、えー、だからこそ政党にルールがあって党員は、えー、党のルールに拘束されるこれが言いたいんですよ、えー だからね、松竹さんもね、党規約分かって入ってきたんでしょうと。で、言論の自由だって外から攻撃するけど、そんなものはね、憲法で保障されてる言論の自由じゃないと。だって、党規約分かった上で入ったわけだから。ね、この判例であるみたいに、党員は党規約に拘束されるんですよ。ねこれは最高裁の判例なんだから。だからね、意見があるんだったら、党内の手続きを踏んでやれと。いやいや、ごもっとも論理的には、 完璧ですよね。火の打ちどころがないです。それを言われちゃう。はい。でも、じゃあなんで陶器役に反して外から石投げたかって言ってるんですよ。陶の中で石投げようとすると振りかぶった時点でもう抹殺されるわけですから。そ,その意見が封殺されるんですよ。そんなことわかってるから。だから松竹さんは、えー、外から石を投げたわけですよね。はい。<laughs> うん。 えー、まあそういうことまあだからまあ彼は共産党を盛り上げたいわけだからええー、だからまあまさに一石を投じたわけですよはい <laughs> まあまあまあ両方ともええー、まあ両方とも共産党ですからねええー、別にどっちの肩を持つわけでもいやいや私は C さんの肩を持ってますからあの人がねええー、長でいる限り日本は大丈夫です えー、あの人が院長でいる限りね共産党は弱体化を続けていくんですからええー、いやだからもう松武さんには私ちょっと頭にきてんですよ <laughs>、えー、いやそういうね共産党が良くなる手法を語ってほしくないわけですよもうこのまま潰れてってほしいからこうやったら共産党良くなるのにってそれを暴露しちゃってこのおじさんの恥かかせちゃってね えー、だから共産党内でそうだそうだみたいな人がちょっと発生してきちゃってね、えー、で C を引きずり下ろしてみたいな話になっちゃっちゃ困るわけですよもうせっかくいい感じでも弱体化しててもうそろそろホスピスに入るぐらいのとこまで来てるわけだから、えー、そろそろ軌道確保みたいなとこまで来てるわけだからもう安楽死コースなんですよねいやこれ飲んだら治るよとか なんか最近この抗ん剤効くみたいだよとか。いいいそういうことしてほしくないですよ。ええー。だからね、えー、森本総理みたいに抗ん剤効いちゃってね、死ぬ予定だった人がいきなり元気になっちゃったとか、ああいう風になってもらっちゃ困るわけですよ。もうそのまんまもう、え、え、安楽死コー安楽死 <laughs> 安楽死コースですから。はい。まんま。 もうこのまんま弱体化してってほしいわけです。だからこのね、松竹さんみたいなね、若い人が生きがってね、こうやったら共産党良くなるって、いや、その通りなんだけど、内緒にしてほしいわけです、それは。はい。そう。私はどこまで行っても C さんの味方ですよ。ええー。ええー、松竹、黙れと。え、ね、え。ええー、 だからこれ除名ってやっちゃったから火ついちゃったわけですよ。えー、なんだかんだ言いながら党内で押しつぶしとけばよかったんですけどね。だから C さんちょっと今回下手打ちましたよね。行きがってやっぱショックだったんでしょうね。選挙するたびに支持、あの、議席減っていくと、それだけは C さん一番ショックですよ。党内から言われるのは特にね。ええー、まあだからですね、排除したんでしょうけど、 ええー、排除したからこう話題になっちゃったわけですよ。あ、黙っとけばですね。話題にもなんなかったわけですから。ですからちょっと、だから、習近平国家主席はこれ全裸主席じゃないですか。で、あの、C さんは今、半裸状態ですかね。ええー、裸委員長です。まあ、見たくないですけど。<laughs> なんか全裸より半裸の方がエロいって話もありますけどね。ええー、は <laughs> 結局あの、 裸の王様ですよね。ええー、だから、あのー、死やめろ、なんてことは、あっちゃいけないわけですよ。ええー、だから、習近平だってね、まあ、どこが反乱かという問題ありますけど、見えそうで見えないのが反乱ですからね。<laughs> いいですか。もう、ほらほら、もう、 金平はもう全裸ですから、もう全部見えちゃってるわけです。もう最強のですね、裸の王様ですからね。だからもうあの、ま、新さんもまあ完全な裸の王様なんですよ。え、ま、金平ほどではないということで、ま、半裸委員長と言わせていただきますけどもね。はい。ですからあの、そうなんです。半裸状態で周りからごますられてね、 えー、イエスマンだけ固めるっていうのが、まあ、大体共産主義の陥るとこですよね共産党の日本もそう日本ああの中国もそう陥るとこです、えー、だってねもうトップが決めたことで右へ習いですからね、はい、<coughs> それ以外の異論も許さないわけですから、えー、そう落ちていくんですよね、はい